おい、その先は地獄だぞ。これがお前の忘れたものだ。確かに始まりは憧れだったけど、根底にあったものは願いなんだよ。この地獄を覆してほしいという願い。誰かの力になりたかったのに、結局何もかも取りこぼした男の果たされなかった願いだ。その人生が機械的なものだったとしても、ああ、その人生が偽善に満ちたものだとしても、俺は正義の味方を張り続ける。命を救うために規律部が埋め込んだセイバーとの縁、あれは聖遺物、召喚されたものではない。契約が切れてもその守護は続いている。体は貴様、剣でできている。負けられない。誰かに負けるのはいい、でも自分にだけは負けられない。ようやく入り口に至ったか。だがそれでどうなる。実力差は歴然だと骨の髄まで理解できたはずだが。手も足もまだ動く。負けていたのは俺の心だ。お前を正しいと受け入れていた俺の心が弱かった。何？お前の正しさはただ正しいだけのものだ。そんなもの俺はいらない。俺は正義の味方になる。お前が俺を否定するように、俺も死力を尽くしてお前という自分を打ち負かす。